世界中に、どれだけの AV 男優がいるのでしょう？不意に、それがそうであれば、そういう話かもしれないという想定はする。ともかく彼らには失職してもらうことになる、その是非。ユダヤ教の王？それは、アルイハ金本位制を続けるために彼らを肯定した。今は、いなくなって、次に変わり、それはコンテンツそのものを否定しているはずで。それで維持し続けられるのか、彼らが失職していくとき、そこには、問題はないか。相変わらず、想定不足か失念というか、その先、理解が及んでいない感覚はある。人の範疇でしか？最善、それは神のみぞ知る、だ。それがいなければ、その場にある問題もない。その方が簡単な話。利益にならないことはしなくていい。それは事実か？どこまで続く話か、踏み込んだ道は今更、面倒さは。